こんにちは、ゆうです。今日は晩餐館にちなんで25の質問にお答えします。 Hello 大家好、我是杨宇腾。宇今天来回答25个问题。3時です。最近はパジャマになりました。二度寝です。うん、オスじゃないですか。オスオスって言っちゃいますね。感傷に浸れるとき、なんか安心感を感じるときってあるじゃないですか。なんかちょっと言葉にしづらいですけど、感情的な部分で、なんか安心感を感じるときです。そうですね。なんか与えられて感じるものですね。どなた？どなた？まあでも僕の周りにいる人みんなじゃないですかね。ペン回しやってくださいってことですか？普通に、まあでもこんぐらいですけどね。こんぐらいです。一生仕事しません。田舎に土地を買ってしっぽり暮らします。なんかもう黄昏ます人生を。いやでも割と一人の時間が苦にならないので大丈夫かなと。ゆたんか、ビューです。ね。猫って言われるので、猫にしときます。一人です。はい。これがいつも僕が持ち歩いてるカバンで、小銭入れと、イヤホンと、財布と、メガネ拭きと、ハンドクリームと、リップとガムです。これはいつも固定で持ち歩いてます。いつ、どこ、どんなこと？一回だけですか。一回だけだったら、30年後ぐらいに行って、どんな風になってるか、見に行きます。愛されたいはず。いい質問ですね。未来ビジョンを明確に考えることですか。気分は、キラキラ。あれなんだっけ、キラキラ。よく歌う歌があるじゃないですか、小学校の時。キラキラ星の気分です。陰キャです。陰キャ、陰キャでも陽キャでもなんかいいとこ取りみたいな感じがします。信念。好きなタイプが肉食派、草食派ですかね。そう、これ嫉妬しないんですよね。うせやんって思うかもしれないですけど、本当に嫉妬しないです。そうですね。嫉妬自体の気持ちはわかりますよ、もちろん。けど、僕は嫉妬しないけど。才能か。なんか、もう一言語、完璧に覚えれる才能です。台湾で、今、卵が買えないです。
僕すごい自炊するんで、卵って大体、3日に1回ぐらいは買うじゃないですか。けど、僕初めてこの状況に出会って、意味がわからなすぎて衝撃を受けました。手足が動きがちって言われますね。漫画。ブルースリーです。晚餐館25 question でした。这就是我的25问题。